はい、今回はですね、登戸研究所という日本の陸軍が、秘密裏に活動していた、世界史上最強の研究所、このことについてお話していきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。一つ、前のですね、まあ、コンテンツで、ちょっとお話しした、まあ、事件にですね、関与している可能性が極めて高い、と思われる、定銀事件のですね、まあ、犯人、とされている、まあ、登戸研究所、あるいは、731部隊なんですが、今回はですね、この登戸研究所というものについて考えながら、まあ、この定銀事件についても、お話ししていきたいと思いますので、今回も、よろしくお願いいたします。まずですね、このあまり、まあ、聞いたことが、まあ、ないのか、あるのかっていう感じですし、聞いたことがあっても、結構表向きの話が多いかもしれない、この登戸研究所なんですが、世界史上最強の日本軍の伝説とかって言われているわけですよね。なんでそんなすごいことが言われるのかっていう話ですが、登戸研究所の存在っていうもの、そのものがですね、まず秘密、あるいは内緒にされているっていうことですよね。うん。この登戸研究所というのはものすごいものを研究していたんですよ、日本軍がね。しかし、まあ、戦争中も、存在は秘密、そのものが隠されていた、ということですし、その後になっても、あまりはっきりとされない。なぜ秘密に、なっていたのかって、そういったところに、まず関心というか、興味が、ある、話ですね。そしてですね、ここからお話していきますが、現在になってもなお、まあ、密かに語られるね、世界史上最強の日本軍の伝説と言われる、まあ、陸軍の登戸研究所についてっていう、ことです。まあ、この世界史上最強の日本軍の伝説とかってね、すごい表現だと思いますが、まあ、リスナー様がこの話を聞いてどう思われるかなとかって思うんですが、ね、世界史上最強の日本軍の、まあ、軍隊とかだったら、ものすごく強い人がいると、まあ、武力、例えば筋肉ムキムキとか、そういうようなことをイメージされるかもしれないんですが、このですね、登戸研究所というところのからくりですが、当時ですね、戦争のこの当時、軍人がほとんどいなかったっていうことが分かってるんですよね。1000人近くの人間がいたんですが、軍人はほとんどいなかったと。で、誰がいたのかっていう話なんですが、研究者とか学者とかいったそういった人間たちがいたっていうことです。つまり日本の中で、頭がいいとされている、まあ、選ばれし人間たちがここの場所に集まっていて、いろんなものを、まあ、研究していたっていうことですよね。何を研究していたのでしょうかっていうことについてお話ししていきます。登戸研究所が作っていたものっていうのはね、ですね、ある程度分かっているんですが、細菌兵器、あるいは BC 兵器、あるいはウイルス兵器ということが言われています。BC 兵器、まあ、何やら難しいものですが、まあ、細菌兵器といえば、まあ、まあ、普通っていうか細菌兵器ですが、BC 兵器っていうのは生物化学兵器っていうことです。あとは、ウイルス兵器っていうこと。つまり、こういったものを日本が、日本の、まあ、いわゆる精鋭たちが、ここに集まって、秘密裏に水面下で行っていたんですね、研究を。で、当然ですが、日本国は、このようなことを表面化していないので、ずっと隠していたということです。そして、その、隠された登戸研究所の中で、青酸ニトリルっていう、猛毒ね、毒物の中で猛毒が、まあ、作られた青酸ニトリールっていうね。で、この青酸ニトリールっていう、猛毒毒物がですね、定銀実験で使われたのではないかっていうことなんですが、ちょっとこのことについては、もう少し後でお話ししていきたいと思うんですが、青酸ニトリールがね、別の形で使われてるっていう、まあ、一つ事件っていうかがあるんで、そのことについてお話ししていきます。1942年、南京に登戸研究所から、まあ、医者という、まあ、名目、嘘でですね、派遣された人たちが、この青酸ニトリールを使ってですね、中国人を30人、まあ、人体実験したということが、まあ、分かっている、言われています。当然ですが、この青酸ニトリールっていうのはですね、猛毒なので、登戸研究所の人間は全員マスクをして、青酸ニトリールを使って、死ぬまで人体実験を行ったっていうことが言われています。ここで、何を、分かったのかっていうことなんですが、おそらくですが、このですね、青酸ガス、あるいは、まあ、青酸ガスですね。青酸ガスでは、すぐ人が、死んでしまいますが、青酸ニトリールっていうのは特殊な、毒物なんで、死ぬまでに時間がかかるっていうことが分かったんですよね。で、この時からもうすでにこの登戸研究所で作った、青酸ニトリールっていう、もの、
が、明らかになったということです。で、多分ですが、まあ、ちょっと今回調べてみて僕の思った感じなんですが、このなんですかね、世界史上最強の研究所って言われるっていう理由はおそらくこの細菌兵器にあると思うんですよね。うん。で、あの戦争といったら例えば武力、あと例えば鉄砲とか大砲とか、まあ、そういう接近戦とか、まあ、そういろいろありますけど、戦車とかそういったことではなく、全く違った形から入っていく細菌兵器で人を丸すとかっていう、そういうようなことね。で、まあここからちょっと本当すごいなとかって思って、思ったことがあるんで、ちょっとね、お話ししていきたいと思うんですが、のぼりと研究所っていうのはね、まあ、日本は戦争に負けてますが、その中でですね、アメリカに対して一矢報いていたんですよ。で、それがもう本当にね、なんかすごいなって思うことをちょっとお話ししていきます。風船爆弾のマジックでね、日本軍がアメリカに一矢報いていたという、そういった件について、お話ししていきます。ちょっとね、調べたんだけど、ちょっと僕理科が苦手なんで、分かんなかったんで申し訳ないんですが、このですね、のぼりと研究所っていうものが、作ったとされる風船爆弾っていうのがあるんですよ。どういった構造になってるか、どういった作りになるっていうのが分からないんですが、気象庁を巻き込んで、作られたという風船爆弾、別名ですね、気球爆弾とかっていうも言われていて、これ風船爆弾のマジックとかって言われるんですけど、本当に、まあ、なんでしょう、すごいなっていうことを思うことがあって、この風船爆弾っていうのをね、まあ、日本が使って、まあ、気球爆弾ということなんですが、日本からアメリカにこの風船爆弾をゆらゆら飛ばしていったんですよ。で、当然ですが、まあ僕はちょっとわかんなかったんですが、この風船爆弾っていうののからくりがどうなってるかっていうのがわからないんですが、普通にまあ何かを仕込んで、まあこの気球爆弾っていうんで何かを仕込んで、で、まあ日本からこうね、アメリカの方に飛ばしていくわけですよ。そんなものが果たしてアメリカに届くのかなとかって思うじゃないですか。正体不明のこのね、まあ、風船爆弾、気球爆弾ということなんですが、なんとね、この、風船爆弾がアメリカにゆらゆら届いて、アメリカ軍が、まあ、死亡しているわけですよね。アメリカ人が死亡している。日本は太平洋戦争で、もう窮地に立っていましたし、もうほぼほぼ劣勢だったわけですよ。で、そんな中、こののぼりと研究所っていうところにいた人たちの、まあ、こういうような爆弾とか、そういうのだけが、アメリカに一矢報いていたっていうこと。で、当然ですが、アメリカっていうのは、このですね、のぼりと研究所にこのやられた、この謎の、まあ、風船爆弾もそうですし、まあ、こういったものをやってる人間たちっていうのは脅威に、ものすごく脅威に感じていたっていうことが分かっています。アメリカはですね、こののぼりと研究所を一切攻撃してないんですよね。のぼりと研究所は、ノーダメージなんですよ、戦争中に。なんでこれノーダメージだったのかっていう、それもね、考えられる理由があるんで、ちょっとここからそのことについてお話ししていきます。秘密兵器を作っていたね、まあ、日本軍ののぼりと研究所は、その後どうなったのかっていうのは気になりますが、まあ、日本がアメリカに戦争で負けてですね、こののぼりと研究所ってのはどうなってしまったのかっていうことなんですが、アメリカ CIA に吸収されてしまいました。日本が誇っていた、まあ、のぼりと研究所、あとはですね、731部隊っていうものが、アメリカ CIA の傘下に吸収されてしまいました。で、おそらくですが、このアメリカが、731部隊と、のぼりと研究所を取り込む際に、研究データと引き換えに、731部隊の、人間、あるいはですね、のぼりと研究所の人間を、一切この戦争の罪には問わないって、多分そういうような、裏契約みたいなものを多分したんじゃないかなと思います。アメリカ CIA っていうのは、日本の上にいるんで、日本の司法とか、そういったところにも息が利きますので、そういったことを考えたら、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、このね、731部隊、のぼりと研究所の人間は罪に罰さない、罪に問わないっていうようなことは全く、できる、っていうことだと思うんですよね。で、のぼりと研究所っていうのは一見、消滅したように見えてますが、そこでいた人たちとか、そこで持っていた、まあ、その知識とか、研究データっていうのがアメリカ CIA の傘下に飲み込まれてしまって、その後アメリカ CIA の傘下で活動していたっていうことだと思います。そしてですね、そのアメリカ CIA の傘下で活動していたであろう、のぼりと研究所の、痕跡が見える、その事件が2つありまして、それが帝銀事件、あと朝鮮戦争っていうことですね。
最初にちょこっとだけ言いますと、この帝銀事件の犯人というのはおそらく分かってるんですよ。まあ、この登戸研究所の人間、関係者が、あるいは奈良さん一部隊の関係者がということは分かっているんですが、さっき言いましたが、アメリカ CIA に飲み込まれてるんでね、傘下に入ってるんで、当然ですが、日本の警察、司法、あらゆるところが手を出せません。つまりは、これっていうのは犯人が、分かっていた。例えば、登戸研究所の人間、奈良さん一部隊の人間であると分かっていたんですが、そういうような事情があって、逮捕できない案件ということで平沢貞道が犯人にでっち上げられたって、そういうことだと思います。そう考えると辻褄が合います。そのことを踏まえてお話ししていきます。帝銀事件でですね、この使われた毒物っていうのが、時間のかかる特殊な毒物ということで、それがですね、青酸ニトリールの可能性がある。というか、それしか可能性が考えられない。登戸研究所か、奈良さん一部隊が持っていた、知っていた、その特殊な毒物を使われたのが、この帝銀事件ということなんですが、おそらくですね、さっきお話したように、帝銀事件というのは、警察も、犯人を分かっていたと思います。このどちらか、登戸研究所か、奈良さん一部隊のどちらかと思っていたんですが、このような、死に至るまで危険のある無味無臭の時間のかかる毒物ということは、青酸ニトリール以外ないということで、それを、そんなものを、持っている人、知っている人というのは日本の中で探したってそうそうないということですね。犯人というのは、犯人というか犯行に関係したのは奈良さん一部隊が登戸研究所のどちらかしかないということです。しかし、奈良さん一部隊登戸研究所というのはアメリカ CIA に飲み込まれたんで、裁判所司法は、その犯人を追及できない。そういうことから、どうなったかというと、平沢貞道という犯人が、でっち上げられて、罪に問われてしまったっていう、そういう事件だと思います。そう考えると全ての辻褄が合うんですよね。で、ちょっとね、ここからは、別っていうか、少しだけなんですけど、今回調べていて、すごいなと思ったことがあったんで、そのことをお話しさせていただきたいんですが、朝鮮戦争の話に入る前にね、登戸研究所っていうのは、実は偽札も作っていたっていうことが分かってるんですよ。そういうものが作れるところであった研究所なんでね。で、一部の人たちの間では言われてるんですが、戦後の日本のですね、偽札事件が起こると、これはもしかしたら、登戸研究所の関与があるのではないかということがよく話題になります。それはなぜかというと、そのような巧妙な偽札を一般人は作れません。そういったものを、なんて言うんでしょう、ノウハウっていうか、そういったことを精通している人間というのは一部に限られるんで、おそらくですね、巧妙なものを作っていると考えられる。そのようなことから登戸研究所は、この戦後もですね、何かしら、日本の事件とかっていうのをアメリカの CIA の傘下に入れられて、起こしてるんじゃないかって、そういった話が出るっていうことですよね。で、続いて朝鮮戦争についていきますが、これ朝鮮戦争も結構難しいんですが、朝鮮戦争の時にですね、アメリカとフランスの報告書に中国、朝鮮はですね、細菌兵器で攻撃されたっていうことが言われています。もう一回いきます。朝鮮戦争の時にアメリカとフランスの報告書では中国、朝鮮は細菌兵器で攻撃されたということが言われています。アメリカ軍が使ったであろう細菌兵器ですが、第二次世界大戦で日本が作ったものと、似ているということで、これは形を変えて登戸研究所の、関与がここに、考えられますね。アメリカ CIA の傘下に入ってしまった登戸研究所がですね、取り込まれて、このような戦争にも関与してるんではないかってその疑惑が出るっていうことですね。で、さっき、ちょっとお話ししましたがね、この、朝鮮戦争っていうのは、朝鮮の話になってしまうんで、なんともってことですが、この日本国内で起こった帝銀事件っていうのはね、犯人が分かっていても、捕まえられない事件、本当の犯人ね。だから、それが、明かせないから、別にこの平沢貞道っていう人が犯人ででっち上げられてしまったっていう、そういう話だと、思います。そう考えると、辻褄が合うのではないかなっていうことを思いますね。結構ね、この、登戸研究所っていうのは難しいんですが、一部の方が関心を持っていらっしゃるかなと思ったんで、先ほどの帝銀事件の関係とかから、そこら辺から、ちょっと、分かる限りで、ちょっと調べて思うところを、ちょっと真面目にお伝えさせていただきましたということで、今回のコンテンツここで終わらせていただきたいと思います。皆様いつも聞いていて本当にありがとうございます。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。